どうもベタです。パーサカーやっていきたいと思います。はい、本日はですね、軍団対抗どっちやスタジアムの、結果発表していきます。で、視聴者の皆さん申し訳ございません。最終日がですね、仕事がちょっと休みになりまして、休みというかまあ夕方からちょっとあったんですけども、休みになりまして、暇になっちゃったんですよ。なので最終日だけ石割りました。600個ぐらいかな、課金しちゃって600個ぐらいは割って、走らないって言ってたんですけども、走ってしまいました。それの結果が一応こちらとなっております。はい、まあこれは飛ばしていきましょうか。あ、セービング俺が一番多かった。あれ、そんなやったっけ、そんな試合やったっけ。まあ自分が一番多い理由っていうのは、ちょっと待ってね。はい、でこれが一応ドッジハースタジアムの総合順位が11位なのかな、11位ですね。まさかまさか11位になるとは思ってませんでした。走りすぎました。まあボックスガチャのためにガッと走りすぎて、やばいことになっちゃいました。で、自分が最後累計ですね、じゃあデイリーの方で3位なんですけども、なぜキーパーキャッチング、セービングが一番多かったかというと、やっぱりディフェンスがね弱くしてて、その分キーパーに負担がかかってたんですよ。それでキーパーで取りまくってたってだけかな。多分それでポイントを稼いだっていう分はあります。最後普通に周り3000パーだったんで全然ダメだったんですよね。この2118%の敗者はすごいですけど、やっぱり軒並みパーセントが高いですね。やっぱり SR2 枚持ってなかったらきつい部分はありました。まあでもね、最終日だけで10位11位、一瞬10位入ってちょっと用事が入ったから、まあ仕事ですね、仕事入ったから行ったらいつの間にかもう11位で抜かせなくなってたみたいな感じ。まあでも今回は結構楽しかったですね。最終日だけでお気楽にできたんで、それ以外は石割らずにやってたんで、まあ楽しかったです。で、ガチャチケが一応今、ちょっと回してるんでここに画像を貼ろうと思ってますが、合計15,000弱、ブロンズとシルバーとゴールド15,000弱入っております。これを回して、今結構回してるんでチャリンがいっぱいあります。チャリンに変えていってるので、そのためにも走ったんですよね。まあどっちかといえば、まあ、ワンタイラン君欲しかったんですけども、それなら100位でよかったんですよ。 PSR も PSR チケットも1枚だし、ワンタイラン君 PSR もらえるし、100位でいいかなと思ったんですけども、まあこのチャリンですね、チャリンと、あとなんだ、スタジアムコイン、スタジアムメダルですね、あれが大量にもらえるということで、今回は最後の方結構踏ん張ってます。はい、でまあコーダちゃん、ボックスガチャから出るコーダちゃんは、SR が多分60枚、70枚ぐらい溜まるのかな、60枚ぐらいかな、今の感じだと溜まるので、それはシュートのコラボキャラがまた追加されるじゃないですか。5月30日でしたっけ、31日、それぐらいか、それぐらいに追加されるということで、そこでミキサーをかけようかなと。そこで SR ミキサーをかけて、かけまくって、なんとか、シュートキャラを出せたらなと思って、自分は今、目論んでおります。はい。まあ、PR、PR も結構美味しいので、今度からまた、こういうイベント、どっち派ですね、どっち派あって、ボックスガチャがあったら、皆さんも、そのために走るのもありかもしれません。あと、前回もきつくて、今回もボックスガチャの、これじゃねえや。ワンタイランクね。で、これですね。前回も、ドッジャースタジアムの報酬受け取り期間、ボックスガチャの期間がむちゃくちゃ短くて、前回2位だったんですけども、1位の人と本当に徹夜で、ずーっと寝ちゃダメだったから、通話しながら、ずっと、チケットを回したイメージがあって、今回もかと思ってたら、今回はまさか変更してくれて、金曜日まで伸びてますね。これはかなりありがたい変更だと思います。
うん、トップの本当に1位の人って自分のポイントの2倍以上あったのかな、ちょっと正確には覚えてないんですけども、そういう人って絶対チケットブロンズだけで2万は多分超えてると思うんで、うん、2万は余裕で超えてる、3万ぐらい下手したらいってるかもしれないっていうぐらい多分稼いではると思うので、うん、これはナイスな、うん、感じだと思います。まあ前まで2倍速だったのが今回から4倍速が可能になったんですよね。なので石を割る速度も増えるし、まあ、チケットもらえる数も増えると。なのでしかもボーナスが今回前回より確か高いのかな、うん、メイン特攻が5体いるんで高いんですよ。なのでまあチケットはやばい人はやばいぐらい溜まってると思います、うん、これはナイスだと思います。なので皆さん、こちらの期限25日までですのでしっかりとそれは回し切ってください。やっぱブロンズチケットで言ってもやっぱりせっかく皆さんが頑張ってイベントやったものなので、消化して終わるようにしてください。うん、でまあワンタイラン君見ていこうか。ワンタイラン君、あ違うワンタイラン君、これとりあえず受け取っておきましょう。うん、回せることがすごいわかるね。ストアメダルがいっぱい大量にあるんで、うん、こんな感じで溜まっていくので、うん、回した方がいいよ。でワンタイラン君で、まず強化していこうか。強化していきます。ワンタイランどこだ、あれ今俺受け取りましたよね。あ、ここだ。はい、で、はい、強化していきます。で、44までいきますね。で、あとレベルアートで上げておきます。そしてこの子の、まあ、テーブルなんですけども、有川とかと一緒かなと思ったら若干違う感じなんですね。有川とか、うん、日和とかそれぐらいと一緒と思ったらちょっと違いますね。で得意練習頻度が、30レベルにあるのと、35レベルで試合経験点ボーナスで、40レベルで、うん、この王の采配っていうのが強いんですよね。スペシャルボーナスプラス20と骨イベント率アップ20、うん、でイベン、技術ボーナスが6、骨イベント率が 40% で、最大骨イベント率が、44レベルで 100% なのかな、うん、100% で、46、48で得意練習が増えるので結構強いと思います。で、ムッツキと同じようにこの子コツが良かったはずなんですよね。トラップパス、スルーパス、展開力、シルキーパス、アシスト、フリーキック司令塔、うん、コツボナですね。コツボナ、しかも有能なとこしかないっていう。まあまたムツキと一緒でトラップパスはまあ成果で潰しながらやって、シルキーパス、まあ、シルキーパスですのでバックスピンを潰せば本当にね、あとはムツキによく似たフリーキックと司令塔は違うけどパス感とかがないバージョンのムツキみたいな、うん、結構強いと思います。まあ筋力的にやっぱマジパが強いっていうのはムツキはあるので、まあムツキの方が上かもしれませんが、得意練習頻度とか考えると50持ってる方はワンタイラン君の方が強いかもしれないですね。で自分まだこれこの子思想してなくて、この後思想しようかなと、まあ明日ぐらいかな、明日ぐらいに動画はまた上げようかなと思っているのですけども、ワンタイラン君思想してスタイルでナンバー10とかくれたらそれは大きいなとは思います。まあちょっと前情報ないので、あそんなもらえねえよっていうの分かってる方もいると思いますが、ちょっと自分分かってないんですいません。それはちょっとこの後試してみてやろうとは思います。うん、ムツキとワンタイラン両方とも入れたデッキはどうなのかな、分かんないや、強いのかな。ちょっと小壺なばっかで踏まないといけないので、三股とかならちょっときついかもしれませんね。三股でワンと、ムツキを踏むとコツ発生してるけどデートしないといけないとかそういう状況になると思うので、二股プラスワンとムツキでやってコツを取りまくるサクセスをしたいなと今のところ考えております。うん、まあそんなところかな。まあ、トラップってパス展開力はパパッと潰してっていう、本当にムツキの場合チームプレイとかあるのでチームプレイ潰さなくていいっていうのは大きいですね。まあ、司令塔は成果限定だと司令塔のコツ1もらえるかもらえないかなんで、道路なんか道路整備みたいな警備のやつあってもらえるかもらえないかなんで、
限定ならば使えるけど、限定じゃなかったらね、セク読んでもらえるので、成功すれば。それはちょっとどうなのかなとは思っております。まあ、強キャラだと思います。40レベル以上なら。ちょっとね、40超えてないとちょっときついかもしれませんが、SR の場合も、一応40レベル超えてたら、王の采配あるはずなんで、SR40 でも、今回は強いと思います。特技練習頻度も2だし、試合経験点もあるし、小壺ながちょっと低いけど、SR でも使えるとは思います。全然強いキャラだと思うので、皆さん SR、まあ40レベル以上かな。40レベル以下の場合はちょっと使いにくいかもしれませんが、もし40レベルに足りてない場合は、金ハゲなど、金の、下道像、下道像じゃない、博士像か。博士像など使って上げてみてはいかがでしょうか。まあ、ちょっと自分も試してみて、もし、シルキーパスや、ラストパスが、それが確定ならば、もっと強キャラになるので、それを試してみたいと思います。それはまた明日の動画でお楽しみください。では本日はこれで終わらせていただきます。まあ今日はちょっとサクセスというよりかは結果発表と、まあ、ワンタイランの、どんな選手ですよっていう紹介でした。では本日はこれで終わらせていただきます。また明日、ワンタイランクの初紹介やっていきますので、そちらの動画もお楽しみにしておいてください。ベタでした。さようなら。